ホールファグレ朝は、ノルウェー国王ハーラル一世ホールファグレによって、創始された、ノルウェーの王朝である。この王朝は、かつては、ノルウェーを統一し9世紀後半から1387年の間にかけていくつかの中断を挟みつつ、同国を支配したとみなされていたが、現在は、多くの学者たちが10世紀後半ハーラル二世、廃王の代で断絶したと考えている。 1020年のフィンマルク県の領域を有した形のノルウェー王国。ホールファグレアサは伝統的には統一ノルウェー王国における最初の王朝とみなされている。この王朝は872年にハフルスフィオルドの戦いで最後に抵抗する将を破り、ハラルドルヒン・ハーファグリーとして知られている初代ノルウェー国王ハーラル一世によって創始された。 伝統的な解釈によると、ハーラル一世没後、その最初の統一ノルウェー王国は、彼の男系子孫によって継承された。このことは13世紀に成文化された。他のスカンディナビアの君主国や、アングロイコールサクソンアッサ、イングランドとは異なり、ノルウェーは、選挙的な君主制ではなかった。しかしながら、ハーラル一世没後の最初の100年間は、王国は事実上、 王ではなく、ノルウェー北部から来たラーデのヤールの一人に支配されていた時代がいくつか存在した。最初の時代は、ハーコンシグルザルスオン統治下の975年頃から995年頃までである。また、ハーラル一世の王国が統一ノルウェーの中核であったにもかかわらず、それは未まだに小さく、権力の中心は南部のベストホルであった。その上、 ハーラル一世が死ぬとその息子たちの間で王国は分割された。何人かの歴史家は君主による支配権は事実上ノルウェー全土に及んでいたことを強調して、1015年から統治を行ったオーラブ二世が最初にノルウェー全土を支配した王であると断言する。オーラブ二世は害して強制的にノルウェーを最終的にキリスト教に改修させて、 後にレックスペルペトゥームノルベジーとして崇拝された。いくつかの地区は、ハーラル三世以前は、ホールファグレアサの支配下には事実上置かれてはいなかった。それゆえに、これらのいずれもが、ノルウェーのさらなる統一とみなされうる。加えて、ハーコンシュグルザルソンを含む何人かの君主は、名目上、もしくは事実上、デンマーク国王の風神であった。マグノス四世までの広大の国王が、 ハーラル3世の子孫であることには依存がない。しかしながら、現代多くの学者は、ハーラル3世が本当にハーラル1世の子孫であった、このかそしてハーラル3世自身が実際にそのような主張をしたのか、この家系は12世紀に創作されたのではないかと疑っている。スベレシュグルツソンのシグル2世の息子であるという主張も、また大概、 偽造であるとみなされており、インゲ2世が王朝最後の国王,王ということになる。1265年頃の最大領域のノルウェー王国。現在、学者たちは、ホールファグレ王朝は少なくとも、部分的には、中世における改ざん上の産物であるとみなしている。その動機の一つに、支配者たちに王国の創始者に遡る明確な王家の祖先を与えることによって、 その正当性を高めることが考えうる。その他の動機には、王家に血筋をつなげることによって、その他の人々に遺書正しい血筋を供給することがあった。王家の末裔の遺伝は、アイスランドのスカルドおよび歴史家によるいくつかの作品に伝わっており、そのうちのいくつかは、現在失われた不眠の塩ドルブによる、ユングリンが、たる、セイムンドル・シュグフィスソンの失われた作品の内容が、 伝わる、ノルウェー王の一覧、及びスノーリストゥルルソンによる、最長編の佐賀で今では失われたアリソルギルスソンの、アイスランド人の書の内容を伝える、ヘームスクリングラーに依居している。これらの相違はいくつかの点で考慮が入れられる。EN、ジョーン・タービル・ペトレは、蒸気の伝承を精査して、その本来の目的を、即位期限の年代の枠組みを確立させて、 アイスランドの主張に結びつけることにあり、そして王朝のベストフォル期限は巧みに改変されて、アイスランドの伝承に合わせる形で、シールディング一族よりもスウェーデン人のユングリング家に結びつけられたと論じた。クロースクラウは重要な動機として、オスロ周辺地域であるビーキンに対する世襲の請求権の確立にあると論じた。なぜならば同地域は、 デンマーク国王に税金を払ってきたからである。タービル・ペトレは、ハーラル三世の祖先の決定的な再編はおそらく、その200年後に、アイスランド人によって行われたと述べる。すなわち、ハル・フラン国王を王朝の始祖とし、ハーラル一世からオーラブ一世、トリグバソン、オーラブに世そして、ハーラル三世に至る三つの王家の文家をこじつけたと、する。 ハーラル3世の父親が、昇進正明正のハーラル1世の多少不明瞭な、ところがある、年少息子の男系子孫なのか、そしてその他謎の多いオーラブ2世とは本当に、男系で、つながりはあるのかという疑念は特に歴史学者の間で、取り上げられてきた。オーラブ2世とハーラル3世の多い請求は、系譜の改ざんによって高められたと主張されている。なぜならば両人は、 オースターグッドブランドスラッタールを同じ母親とするものの伝統的なゲルマン人の方の観点からすると母親の子孫であることは重要な意味をなさないからである今日の批判的な観点からすると930年から1030年の間にかけてホールファグレアサによる王の統治はわずかに3世代40年間続いたおそらくは12世紀の改変によってホールファグレアサに つなげたであろうオーラブ1世と、オーラブ2世の一族は18年間統治し、それに続いて、ハーラル3世が新王朝を創始した。ホールファグレ朝を称する王朝に和解して、ハーラル1世、オーラブ1世、オーラブ2世、ハーラル3世、マグノス五世、スベレイカの6つの王朝が含まれている。後に聖人に列せられた、オーラブ2世を継承した、ハーラル3世も、 また聖オーラブ朝の一員としてみなされている。ホールファグレ朝と呼ばれる中世の王党に関する問題点は以下の通りである。いずれも出自不明であり、特に王冠を勝ち取った最後の三人は隠された王の私生児であると主張していた。オーラブ一世はハーラル一世の男系子孫、すなわちその息子を名乗るビーカのオーラブの孫であると主張したことが歴史的に知られている。 同じくオーラブ2世もまたハーラル1世の男系子孫、すなわちその息子を名乗るベストフォールの病ンのヤシャゴを主張したことが知られている。それとは反対の資料では、ノルウェーのビーカとベストフォールは、ハーラル1世の領域ではなく、デンマークに従属していたと主張する。これら2つの主張の信憑性は、アイスランドの報告、特にヘイムスクリーン柄並びに、 それらを編纂した資料が信頼に足りるか次第である。ハーラル三世が、オーラブ二世の唯一の肉親かつ異不定であるとの言及は、歴史的に裏付けが取られており、その父親もまた同じくハーラル一世の子孫を名乗ったことが言及されている。ハーラル三世の子孫による王宮の講演の下で、佐賀が表されるようになる遥か広大の伝説では、 ハーラル三世の父親もまたハーラル一世の息子を名乗るシグルリースを介してその子孫であると主張している。歴史的資料からすると、ハーラル三世が、ハーラル一世の子孫であるという主張は、同時代によく知られていた、オーラブ一世並びに、オーラブ二世による主張よりも、はるか広大が最初である。このようにして、ハーラル三世は、ホールファグレアサの推定上の分子である、シュルチョウを開いた。 同王朝は、ハーラル三世の威父系である、オーラブ聖王に敬意を込めて、聖、オーラ部長として知られるようになった。ハーラル四世は、祖国アイルランドからノルウェーに来て、自身を、マグノス三世がその地政後期に、同国へ遠征を行った際に設けた、地政児であると主張した。その主張は、ハーラル四世が若い頃に、アイルランド人の母親並びに、 周囲の親族が語った言い伝えに基づく歴史的資料から見受けられる。このようにして、ハーラル4世は、自称イニシエの王朝の推定上の分子である、ギーレナイシクーレアサを創始した。王の自称息子で最も疑わしく、現代の多くの学者によって、実際のところは戦勝者とみなされているのが、祖国フェロー諸島からノルウェーに来て、同国の内戦中に、 後継者不在で困難な状況に陥った白樺の足の主導権を握ってシグル2世の死生児を主張したスベレ・シグルツソンである。スベレはその母親がコンブマーカーのウナスという別の男性と結婚している時に生まれた。大人になった時に初めて王の楽園を主張したすなわち伝説によると母親がスベレに本当の伴侶を語ったとのことである。 歴史上の資料ではその話に信頼に足りうるものはどこにも見受けられない。内戦中、闘争はあまりにも荒烈さを増したことから経図上の正当性は親族の概念を高めるに至った。多くの多い請求者たちはシグル二世の息子であると主張し、そのほとんどが政治的な地位にあるものであり、主張は最も疑わしい。多い請求者はシグル二世と その一派の意義のある政策を続けていくのが望ましく、そのことは彼の息子であることに意義があるというのが実情であろう。このようにしてスベレは自称イニシエの王朝の推定上の分子である、スベレ朝を創始した。スベレ家は日ノルウェイのコンテクストでも言及されている。例えば同家の王女マルグレーテは、スコットランドの王冠を継承した。四世は、三世の没後に、 ノルウェー人貴族の女性から生まれた。彼女と後の王の身内は、ホーコン4世の母親は、ホーコン3世の愛人であり、それでできた子であると公言した。以上述べた、ホールファグレ朝に関する4つの問題点の中で、一見見たところ、最後の記述が最も信憑性が高い。このようにして、新王朝とは考えられない、ホーコン4世は、一般的には、 スベれ町の継続とみなされている。ただし、スベれ町自体が、ホールファグレ町の分家としては、不明瞭な位置づけにある。本来のホールファグレ町、ビーガ系、ベストフォールド系、聖王ラブアサの開始、シュル町、ギーレ町、フィリップス・シモンソンとスクルバルドソンをホールファグレアサの、系統に安易に位置づけることはできない。両人のホールファグレアサの初期王との関係は、 その異兄弟であった。滑べれ蝶、すべれ蝶所流、ホールファグレアサに関する中世の報告の信憑性の疑わしさは当然のことながら、上記の王たちは、自称王子と比較して、その他よく知られた子孫を残したのかという疑問に導かれる。以下に挙げるのは、裏付けの取れるホールファグレアサの文化の王の系統である。ありがとうございます。